め見送りました。ストライクです。ノーボールツーストライク。打ちました。右中間に上がった。ここはフライになっています。上がりすぎました。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには2番音坂。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトになっています。次が2球目ファウルになります。打ちました。高い打球ライトへ。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ツーアウトです。3番バッターソト。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ビシエドが抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズ点差を縮めていきます。5対3、ベイスターズが追い上げています。8回の裏ドラゴンズの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。背番号24斉藤がマウンド上に上がっています。アルモンテがバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね、期待しましょう。ドラゴンズリードで迎える8回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。外の球外れています。ボール先行です。これが3球目。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。このカウントは甘い球以外も含めた広めのゾーンを狙う感じでしょうね。なるほど、そうですか。さあ仕留められるか。アウトコース外れます。3ボール2ストライク。打ちました。打球はセンターへ。ここはフライになっています。センター掴んでワンアウト。バッターは4番ビシエド。先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。初球ボール。ここは狙っているボールが来たらフルスイングでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。3球目見送っています。ボール。変化球これは空振りです。2ストライク2ボールと追い込んでいます。
打ちました。打球は右中間へ。ライト掴んでツーアウト。バッターボックスには5番高橋。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球ストライク。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど、そうですか。流しました。これはどうか。三遊間抜ける。高橋ヒットが出ます。ツーアウトランナー一塁。打順は6番阿部。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。さてバッターの阿部、どういうバッターなんでしょうか。まあ右ピッチャーにはめっぽう強い右キラーですね。なるほど、そうですか。さあ外してくるのか。3球目打ちました。さあどうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これはどうだ。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー三塁二塁。バッターは7番京田。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあドラゴンズ追加点のチャンスを迎えています。しっかり捉えた。掴んで3アウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。8回終わって5対3、ドラゴンズがリードしています。さあ最終回、名古屋ドームが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ドラゴンズの守護神岡田、声援を背負っての登板となります。西さん、ついに9回を迎えましたね。本当ですね。もうとにかく最後までどうなるかわからないですね。本当にそうですよね。いいコースでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ボール先行です。低めのボール入りました。打ちました。センターに打球伸びる。この打球はフライになっています。エンド抑えてワンアウト。5番バッターロペス。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。そうです。初球打ち取ってツーアウトです。バッターボックスには6番宮崎。先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあつなげるか。惜しいですね。外の変化球わずかに外れました。打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。さあまず1球目、外の球打った、抜けた。セカンドランナー帰れば1点差。
ホームに送球する、左中間へのヒット、同点。バッターボックスには代打の大和。ここは一塁のランナーにも注目ですね。なるほど、そうですか。まずは見送ります。ワンボール。センターへ。さあ、いい当たりになった。ここはフライになっています。最後は外野フライ、掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。2点差を守りきりました。ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。やっぱりチャンスをね、取りこぼさないでよく打ち返したと思いますね。本当にそうですよね。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで名古屋ドームから失礼いたします。ご忘れ物などございませんよう気をつけて。